はい、それでは、始めさせていただきます。第5回アクリウェビナー、FPGA の楽しさ再発見講座と題しまして、今日のウェビナーを開催させていただきます。本日司会を務めます、アクリの事務局、ザイリンクスの住川と申します。よろしくお願いいたします。それでは簡単に本日の、アジェンダを、ご説明しながら、進め方をご報告させていただきます。本日なんですが、冒頭に、東京工業大学、教授、木瀬先生より、冒頭のご挨拶をさせていただきます。で、その後、基調講演として、東京大学院准教授の加藤新平先生より、Zoom 展に関してのお話をさせていただきます。Q&A を挟みまして、アクリルームに関しての、新しい状況の報告を、アクリルームの、室長、三好様、副室長の、愛工大藤枝先生、ザイリンクスの、安藤さんより、それぞれご説明をいただきます。トータル、1時間半のお時間の中で、いろんなお話しさせていただきますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは時間もありますので、早速、講演に移らせていただきたいと思います。最初に、冒頭のご挨拶を東京工業大学の木瀬先生よりいただきます。先生、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。こんにちは。はい、お願いしザーまクリす。の代表を務める東工大の木瀬です。このイベントは、アクリルームの1周年の節目として開催する第5回のアクリウェビナーです。最初に、東京大学大学院情報理工学研究科准教授の加藤新平先生に基調講演をお願いしています。ハードウェア設計者が元気になる話になると思いますので、ぜひご期待ください。その後は、アクリルーム室長の三好武文さん、同じく副室長の藤枝直樹先生、安藤淳さんからアクリルームに追加される機材や仕組みについて紹介していただきます。世界的な半導体不足の中で、FPGA ボードの入手が非常に難しい状況にあります。このような時こそ、FPGA ボードを無料ですぐに使えるアクリルームを活用していただいて、FPGA 設計やハードウェア設計の主に楽しさを体験していただきたいと思います。最後に、アクリの活動をご支援いただいている企業と大学の多くの皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございます。それでは第5回アクリウェビナーをお楽しみください。どうぞ。はい、木瀬先生、ありがとうございました。それでは、基調講演の方に移らせていただきます。東京工業大学、大学院情報工学研究、情報工学系研究科准教授の、加藤新平先生より、完全自動運転の実用化に向けたドメイン特化型コンピューティングプラットフォームと題しましてご講演をいただきます。それでは加藤先生、よろしくお願いいたします。はい。あ、皆さんこんばんは。ちょっと今じゃ画面共有はい、お願いします。あ、これで見えてますか？はい、見えております。はい、初めましての方も、いると思いますので、今ご紹介いただいた、私、東京大学の准教授が、本職ではあるんですけども、ティア4という、自動運転の、ベンチャーも、5年ぐらいですかね、もう、
やっていまして、で今日の、テーマっていうのは、まあ、その土台で、まあ、研究をしている話と、今一緒にそのティア4っていうベンチャーと、ネドの、まあ、国プロですかね、で、まあ、やっぱ5年10年の、スパンで見ると、まあ、自動運転って、まあ、部分的にはできてきているんですけども、まあ、例えば、まあ、テスラなんかだと、もう1000ワット級のコンピューターを積んでいます。で、我々も、今日ちょっとお見せしますけど、まあ、自動運転のその機能っていうのを本当に、フルスペックで開発、実装しようとすると、そういう今は1000ワットコースでも、そういう1000ワットのコンピューターをまあ、今後 EV とかが普及していったとしても、コンピューティングでまあそんな電気を、まあ、食うのであれば、他のもっといろんなこうサービスに電力をまあ使えるので、やっぱりこうコンピューティングをまあいかに、電力効率を上げていくか、まあ、そういう、まあ、今研究開発をしているので、まあ、そのまだまだ志半ばなんですけども、まあ、その話を今日したいと思っています。で、まあ、ちょっと自動運転ってですね、いろんな自動運転があるんですけど、まあ、今日私がまあ考えているのは、もう本当に完全な自動運転。これ、東京じゃない、日本のまあ一般道なんですけど、もう運転席にまあ人がこう、乗っていない、状態。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、日本だと今、しかるべき申請をすると、まあ、こういう実験が許可されるようになってきて、で、テストコースとかではなくて、本当に街中を運転席にこう人がいない、自動運転車っていうのが走れるようになってきています。で、まあ、私はもともとコンピューターサイエンスの研究者で、特にまあ OS とか、まあ、コンピューターアーキテクチャとか、まあ、LSI とか、まあ、比較的こうコンピューティングプラットフォーム寄りの、まあ、研究を、してきて、まあ、それをこう生かす場も自分で作りたいなと思って自動運転の、開発も始めている、まあ、ビジネスです。で、人の性って良ければ実は自動運転ってもうかなり、まあ、あとコンピューターを選ばず人も、運転席に乗せていいよとか、何かあった時に、人がこう、おっとっつって、ハンドルを握ればいいっていう実験であれば、今これ、東京の、これ、新宿の、まあ、本当ど真ん中なんですけど、まあ、こういったような、環境でも、まあ、一切、こう、人がね、介入しなくても、今、自動でこう、まあ、AI というのか、まあ、ロボットというのか、まあ、ここまで、技術はこう来ていると。で、ちょっと簡単に、まあ、どんな仕組みなのかっていうのを最初に、紹介をしてから、まあ、コンピューティングの話とか、ハードウェア、FPGA の話をちょっとしたいんですけど、まあ、車っていうかもうロボットだと思ってもらった方がいいんですけど、あまりその、ロボットとかを知らない、まあ、方向けに、砕いて説明をすると、まあ、カメラってありますよねと。で、カメラは、まあ、一番やっぱりこう、リーズナブルで一番こう普及している、センサーなんですね。まあ、ほとんどのロボット、車は、おそらくカメラは絶対についていると。ただ、カメラだけだと、まあ、こういう自律で動く世の中、実世界を動くって結構難しくて、カメラは2次元の、センサーなんですけど、まあ、今自動運転でこう必要というか、まあ、普及が始まっているのは3次元のセンサーで、なんかまあスキャナーみたいなイメージですかね。自分の周りをこうスキャンで、そのスキャンっていうのがなんか数メートルの話じゃなくて、もう数百メートル、スキャンできる、まあ、ライダーっていうんですけど、ライダー、そういうセンサーをこういくつかこう組み合わせると、ようやく実世界のなんかこう状況がまあ分かってくる。で、センサーだけじゃなくて、もともとその変わらない情報ってありますよね。車線の情報とか、横断歩道そこにあるよねとか、ここ3車線だよねとか、ここ交差点だよねとか、
車とか歩行者って動くんで、あらかじめどこにいるか分かんないんですけど、まあ、車線とかそういう地理的な情報ですね。地理的な情報っていうのは、もうあらかじめ決まっているので、それは大体データとして持っていると。なので、車とかロボットとか、車にカメラとかセンサー取り付けて、ライダー、センサー取り付けて、では地理情報、まあ、3次元地図っていうんですけど、まあ、3次元地図っていうデータを持っていると、いきなり今まあお見せしているようなデータとしてはこの状態から始まると。この状態で、じゃあソフトウェア何するんですかっていう、まあ、話があってですね、まずは、まあ、カメラの情報と、その ライダーっていうスキャンした情報を使って、まあ、車なのか、まあ、人なのか、あるいはなんかそれ以外なのかみたいな、まあ、人間でいう認識みたいな、処理を まずしますと。で、ここまではなんかこうディープラーニングみたいな世界ですかね。まあ、ディープラーニングが出てきて、まあ、これがだいぶ精度、良くなってきていると。ただ認識しただけだと、実世界って自律的に動けなくて、人間は、まあ、これに対して、認識したものが、その、まあ、何秒後かどう動くかというのを予測しているわけですね。で、例えばこの状況だと、なんかまあ、奥の方にいる人っていうのは動いているんだけど、自分の目の前にいる車っていうのはどうも動いていなさそうだと。っていうことは、つまり自分止まんなきゃいけないよねっていうその判断がまあできます。仮に自分の目の前に車が認識できたんだけど、その車が自分と同じスピードで走っていたら止まっちゃうと変ですよね。自分もその車と同じぐらいのスピードで、走るっていう行動をしなきゃいけないから、やっぱりその認識するだけじゃ十分じゃなくて、認識したものがどう動くかっていうのも予測すると。そうすると、自分がまあ止まるべきなのか、なんか避けるべきなのか、走るべきなのかっていう、そういう判断ができるようにまあなります。で、これを、まあ、ちょっと私、リアルタイムの専門家なので、あまりリアルタイムにみたいな言葉使いたくないですけど、まあ、常にセンサーから、フレームが入ってくるごとに、今の処理をすると。で、大体、まあ、10ミリ秒、から1ミリ秒から10ミリ秒の周期ですかね。1ミリ秒から10ミリ秒ごとに必ずもこうセンサーのデータが入ってくるので、今のなんかディープラーニングでなんか周り認識して、予測して、で、判断するみたいなのを常にこう、処理をし続けると、今これ西新宿なんですけど、まあ、自動運転車から西新宿ってか、そういう世界ってこう見えてるんですね。なので、まあ、これをすごいと思うか、すごくないと思うかは、まあ、ちょっと個人差あるんですけど、まあ、何がすごいかっていうと、例えば距離の情報は、もうセンチメートルとか、下手したらミリメートルの精度で分かってると、人間そんなことできないですよね。対向車線の車が自分から何センチメートル、何ミリメートル離れてるなんて計算できないんで、そこはもう、コンピューターの方が優れていますけど、まあ、やっぱりその淡くしか見えてない、そのセンサーがまだまだ、解像度が足りないので、なんか人間ほど何かこう何ですかね、目は良くないみたいな、たまにだからこれ、ワゴン車だと思ってたけどやっぱり普通のセダンだったわみたいなのは、まあ、まだまだ起こってるような感じですね。で、まあ、ソフトウェアは、まあ、まだまだこれから精度とか、機能を上げていかなきゃいけないんですけど、まあ、大体こう作ればいいみたいなのは分かっているわけです。まあ、ディープラーニングとか、こう確率、ロボティクスしかり、まあ、いろいろこう、方法論はまあ分かってきていて、で、今、じゃ車の中に、まあ、どれだけの、計算、リソースを、まあ、積んでるかというと、まあ、写真の通りなんですけど、まあ、コンピューターサイエンスの、まあ、専門家から見れば、まあ、これでできてるって結構すごいって感じなんですけど、多分、まあ、まだ一般人が見ると、こんなにコンピューター、積んでるのみたいな。まあ、まあ、ざっくり言うと、まあ、40、50ワットのコンピューターが、数台、まあ、5、6台積んであって、で、まあ、
200ワットから、まあ、500ワットぐらいですかね。まあ、それぐらいのちょっとこう大きなコンピューターが1台今積んでいる、状態。で、これに、まあ、さっきのカメラが、また5、6台ついていて、で、ライダーっていうセンサーもまた、4、5台ついていて、それに、加えて、なんかまあ GPS とか、ジャイロとか IMU とか、なんかまあ、姿勢とかを、推測するセンサーですね。まあ、もろもろ、ついていると。で、まあ、これを、ワンチップにしたいですっていうのが、研究開発のテーマの一つで、今できてきているのは、まあ、少なくとも、まあ、左のこの写真って、まあ、PC です。いわゆる産業用 PC って、まあ、普通の、デスクトップ PC よりは、電力であったり耐久性、故障性みたいなのはまあ優れてるんですけど、まあ言うてまだ PC のレベルで、まあそれをまあ組み込みのまずボードに落とすというか、まあこれプロトタイプのまあ段階ではそれこそまあ FPGA みたいなものを使ってその PC でまあ処理しているあのタスクっていうかワークロードのうち、まあこれはCPU で処理した方がいいよねとか、これはもう ASIC、ロジックで書いた方がいいよねとか、まあこれはなんか GPU とかせっかくあるなし使った方がいいんじゃないのとか、まあ今そういうこう、どの処理を、まあどういう、ハードで、実装すると、まあ一番電力、内性能の効率がまあいいかっていうのを、まあ、いろいろこうテストしているところで、まあ、でも究極とか最終的に行き着く先はだからそれを SOC 化、したいというのが、プロジェクトです。で、まあ、私は基本的にその全部やるのが好きなタイプで、もともとだからその OS とかの研究をしてたんですけど、まあ、自分でそのアプリまで作って、まあ、最近だとだからもはや車とかまで開発をしていて、でアプリケーションは、まあ、本当になんかサービスまで手掛けてますし、コンピューティングの話でいうと、まあ、OS の、まあ、さらに下の、いやもうそもそもチップ開発までしています。まあまあ、今日多分そういった関係で呼んでいただいたんだと思うんですけど、まあやっぱりこうチップとかは他使いますとかだとあんまし夢がないんで、まあ研究開発の段階では少なくともやっぱり自分たちでまあチップ化もまあしていかないと、まあそれを製品とかまあ実用化するときに、まあこれコストが高いからやっぱりまあチップ化は他の人に任せようかとか、まあそういう選択肢がまあ出てくるんですが、まあ最初からまあやらないっていうのは意味がないんで、まあ私は基本的にチップ化もやるし、OS も作るし、ソフトも書くし、アプリも作るし、自分でサービスも、まあ、やる事業か。はい。まあ、そういうふうな、ことを普段やってます。で、まあ、この、チップ開発に、まあ、関しては、まあ、どういうものをチップ化し、どういう処理をチップ化したいかっていうのは、まあ、もう大体当てはついていて、まあ、自動運転って、まあ、言うて、4つの大きな処理しかなくて、まあ、センシング、っていう処理と、その、パーセプション、認識の処理と、まあ、ちょっとローカリゼーションって、あまりロボティクスとか、普段、触れてない方は分かんないかもしれない。まあ、位置ですね。自分のこう、自分の位置を知るっていう、まあ、処理。で、あとは最後、プランニングっていうのが、まあ、判断ですね。まあ、これを、まあ、どれを、だから、どの処理を、ASIC っていうか、ロジックで書くと、電力前性能が上がるかっていうのを、まあ、いきなりチップ化するとお金がすごくかかるので、まあ、FPGA を使って、今、ロジックの、まあ、検証というか、性能評価を、まあ、しているところになります。で、まあ、イメージしやすいように、まあ、GPU って、まあ、FPGA と GPU ってやっぱりその開発の、まあ、段階ではすごく便利で、まあ、いいベンチマークに
なると。で、まずだからチップ化するときに、私のチームだと、まず GPU と FPGA っていうものでちゃんと実装して、それに対して、だから ASIC 化をすると、どこまで、電力前性能を改善できますかという、比較ができて、ちょっとここでは、例えば ローカリゼーション、画像処理とかって皆さんよく見たことがあると思うので、ローカリゼーションみたいに、画像処理っても明らかに GPU で性能上がるし、FPGA で性能上がるんですよ。これ誰でも知ってるんで、ここはもうやればよくて、じゃあ他のセンシングとかローカリゼーションとか、プランニングっていう自動運転の他の処理について、どこまで、ハードウェア化、するといいのかっていうことが、研究開発の、目標というか、それを明らかにすることが、研究開発の目標で、位置推定、ローカリゼーションっていうのは、例えばこんな感じの処理なんですよね。矢印の赤いのが自分の位置なんですけど、これを知りたいと。これが答えとしてこれを出したくて、なんでこの赤い矢印が、計算できてるかっていうと、なんか緑のキラキラ光ってるのが、ライダーっていう、センサーで、なんか3次元をこうスキャン、なんか輪っかがペロペロペロって出てるんで、イメージスキャンだと思ってくださいって、いろんなところをこうスキャンしていて、で、それと3次元地図っていう、グレースケールで、表現されてるんですけど、をバチッと合うところを見つける。例えば左上とかよく見ると、そのスキャンの形と建物のこう形がピタッと一致してると思うんですけど、これスキャンマッチングっていう技術なんですけど、イメージで言うとあれですかね、近傍探索みたいな感じですかね。この3次元地図っていうのは、それこそ、何億点っていう点の集合体で、で、このライダーのスキャンは、1万から10万、多くて100万ぐらいな、100万点ぐらいから、構成されてて、その点と点を、比べて、バチッとこう合う場所。要するに今って赤い矢印の位置が自分の位置だろうと推測してるんですけど、この位置じゃないとそのスキャンの形と、3次元地図の形がこうピタッと合わないので、辻褄が合わなくなってくるんですよね。これがを確率で解いていると。で、これが点と点のなんですかね、類似度っていうかを計算するんで、皆さんの興味だと、こう並列化とか分かる方だとは、まさにこれって並列化できる処理なんで、こういうのをもう画像処理と同じぐらい多分、GPU とか、FPGA とか、アクセラレーターを使うと、高速化できる、はずなので、今そういう、研究開発っていうのを進めていると。で、この辺は、とはいえですね、これは、理屈上は、理論上は早くなるはずなんですけど、実際結構並列化とかしてみると、早くならないんですよ。これ、ほとんどの人が、わかるって感じだと思うんですけど、なぜなら、その、並列化できる、だから、部分っていうのが、多ければ当然高速化できるんですけど、さっきの自動運転みたいな話だと、センサーとかからデータが来るんで、例えばデータのコピーをしなきゃいけないですし、そのコピーがデバドラからメインメモリーに一回コピーされて、さらにだからメインメモリーからデバイスのメモリーにコピーしなきゃいけないとかあったりとか、並列化と並列化の間に謎の変換関数とか入ってると、一回そこでシリアライズされちゃうから実は性能出ないとか、いろいろこうあるんで、その性能解析みたいなのを最初にやって、本当に高速化の道筋が立ったら、それを並列実装、それこそ ASIC、最終的な ASIC とかまで、これだったら確実に電力を抑えて、性能上げられるっていう、こう解析をしながらやる。当てはついてるんですけど、それの、
ちゃんと根拠となるような、まあ、性能解析。私結構その性能解析好きというか、まあ、なんですかね、実装してみたら早くなりましたみたいなのはあんまり、腑に落ちないタイプで、いやまあ、これこれこういう、性能のモデルがあって、まあ、このモデルが、を見るに、まあ、並列実装すれば、性能が上がるよね。で、実装してみたら上がったよねってならないと、まあ、論文も書けないですし、まあ、実際、システムの、まあ、設計上、設計せずにとか解析せずに、まあ、実装するのって、実際製品になった時に、認証とかが取れないんで、まあ、こういった解析とかは、まあ、結構力を入れてやっていて、で、今至っているのは、まあ、まあ、性能解析とかしてみると、まあ、やっぱりこう自動運転の処理ってかなり ASIC 化できる、部分が、まあ、多くて、特に、まあ、ちょっとこれはマニアックな話になりますけど、いろんなその、処理で同じアルゴリズムが使われるというか、例えば、まあ、カルマンフィルターとか、そういう、カルマンフィルターって、いろんなところでこう使われるんですけど、その自動運転の処理の中で。で、まあ、カルマンフィルターの処理って、結局、SIMT っていうか、その、まあ、演算機をこうたくさん並べて、処理できるワークロードなんですよね。なので、GPU って、まあ、それをこう画像処理に少しこう特化させた形で、私から見ると少しこう汎用的な、まあ、アクセラレーターなんですけど、まあ、自動運転の場合は、もうそもそも、こういう、SIMT みたいな、まあ、アクセラレーターがたくさんあると、いろんな処理がこう早くなるんで、わざわざ GPU みたいに、たくさん、GPU 使ってるんですけどね。その画像処理もあるんで、画像処理はやっぱり GPU の方が早いんですけど、その他の、自動運転の処理っていうのは GPU ほどリッチないろんな機能はついてなくてよくて、とにかくそのワークロードに合った、アクセラレーターの、設計もういいんですよ。もう画像処理もできないし、当然ですけど、OS なんか動かなくてよくて、もうとにかくその処理だけを特化、して、まあ、高速化できれば、まあ、将来自動運転とかロボットってもうそもそもスマホとか PC よりも台数多いですから、まあ、汎用って意味はあれですけど、いや数が多いって言ったら、CPU よりこっちの方が多分数出るんで、まあ、そういう設計思想のもとにもう自動運転にめちゃくちゃこう特化してる、まあ、アクセラレーターを作るのが性能的にも電力的にもいいし、まあ、実はこうコストマーケット見たときにも、まあ、数が将来ものすごくたくさん出るんで、まあ、このアクセラレーターと、まあ、既存の GPU とかマルチコアを、まあ、いかにこう組み合わせていくか、まあ、そこはトレードオフの設計なんですけど、まあ、アクセラレーターは確実に、まあ、この自動運転の世界では受け入れられるだろうなというふうに思っていて、で今そういう SOC がないので、まあ、自分たちでSOC の開発をしているので、アクセラレーターは、まあ、かなりオリジナルの、まあ、設計になっているんですけど、まあ、その他は、まあ、ARM コア使ったりとか、RISC-V、使ったりとか、で、どっちかっていうと、バスの、まあ、設計、IO の設計とかの方が、まあ、難しいというか、チャレンジングですね。で、左下にあるのが、まあ、マルチコアは、まあ、もう既存の IP とかあるんでいいんですけど、もっとその小さいコアを並べたいっていう、そういう要求もあって、これはちょっと後ほど見せますけど、自動運転のソフトウェアのこう、モデルが結構その細かいタスクたくさん解くと、なんかもう そんなの、CPU とかに置きたくなくて、もういいじゃん、1タスク1コアで、なんかまあこう、リアルタイムに処理できた方がいいので、まあ、そういうちっこいコアみたいなものも、まあ、たくさん並べる、まあ、この並べ方も、まあ、たくさんあるんで、まあ、これも、まあ、せっかく研究もしてきてるし、まあ、せっかくならそういう知見を生かして、だからこの SOC はマルチコアとメニーコアと、あとは各種アクセラレーターっていうのが、まあ、ワンチップに、統合された、まあ、SOC になっていて、これの、まあ、チップの試作まで、まあ、自分たちでやって、あとは、パートナー企業さん
に、まあ、渡して、まあ、その製品化に、進んでいくみたいなことを、まあ、やって、いるところですね。で、最終的には、まあ、それを使って、もうタスクの数が、2,300 じゃ効かないが、プロセスの数が 2,300 じゃ効かないぐらいたくさん、まあ、あって、それがこうデータフローみたいにこう、つながってるんですよね。依存関係があるんで、まあ、この中でどれをだから GPU で処理して、どれをそのさっきのメニーコアにマッピングしてとか、まあ、どれをアクセラレーターで高速化して、まあ、どの処理を中央のマルチコアに残すかっていう、まあ、これは今度システムの、アーキテクチャになって、まあ、私の専門は、それを、まあ、リアルタイムに必ずだからこの時間までに処理が終わるっていう、まあ、そういう保証をするっていうのが、まあ、自分の一番の研究の、まあ、興味ですかね。はい、あ、これで最後でした。で、まあ、私は専門ではないんですけど、まあ、私のスコープで言うと、まあ、それを作っただけだと実はこう事業化ができないので、今の SOC ってかその FPGA とか、まあ、SOC をクラウドに置きたいんですよね。そうしないとテストができない。その今クラウドって当然ですけど、普通の汎用の PC が、まあ、クラスターになっていて、でそれを皆さんはまあ、クラウドの環境としてインスタンス立てて VM とか、まあ、Docker とか使ってると思うんですけど、結局そこでテストしたことってそのクラウドの中は汎用の PC で構成されちゃってるので、せっかくなんかこうテストしたんだけど、もう一回車でテストしなきゃいけないんですよね、車の環境で。なので最近のトレンドっていうのは、もうそもそもクラウドシステムを汎用 PC じゃなくて、そういうまあ、自動運転のクラウドだったら、自動運転の中に入っているそもそものデバイスをクラウドに入れて、まあ、普段から、クラウド上でそのもうターゲットデバイスの性能とか環境でテストをして、そこで OK だったものってもうそのまま車に入れて大丈夫なので、それをこうなんかワンポチクリックすると車にこうダウンロードされて、まあ、そのまま検証されたものとして、皆さんが使えるようなレベルになってるみたいな、まあ、クラウドネイティブっていうんですけど、まあ、ここぐらいまでが、まあ、私のなんかこう技術的な、まあ、興味のスコープなので、まあ、今度チップ開発したらそれをクラウドに入れていくっていうのが、まあ、次の、まあ、5年ぐらいかかるかもしれないですけど、はい、プランでやってます。まあ、ちょっとハイレベルの話から少しマニアックな話までありましたが、まあ、私がハードウェア周りでやってることはこんなところですね。ありがとうございました。はい、加藤先生ありがとうございました。非常に分かりやすく、また興味深い内容がいっぱい入ったお話をさせていただきました。ありがとうございます。はい、はい、それではご質問が何件か、YouTube のチャットの方に入っておりますので、いくつかピックアップさせていただきます。まず一つ目なんですけれども、特大の規制ですけどよろしいですか。あ、はい、あ、すいません、興味深い話ありがとうございます。ですね、そうは言っても今までのコンピューターの歴史を見ていくと、最初アクセラレーターを作って、その後は汎用のプロセッサーに置き換わるようなことも多いと思うんですね。今回の自動運転に関しては本当に汎用のメニューコアではダメなんでしょうか。まあ、汎用が必要な環境って、あらゆる処理、まあ、処理のこうバリエーションが増えてくると、例えば汎用の方が強いんですけど、まあ、ロボットとか自動運転とかって、まあ、実はよくよく見ると、まあ、ディープラーニングもそうなんですけど、まあ、はるか昔からあるアルゴリズムを、まあ、データの規模が変わったとか、まあ、なんかパイプラインの深さが変わったぐらいなので、基本的にその、処理のアルゴリズムって非常にこう制限されている、数が少ないので、そこは、ASIC 化した方が、まあ、電力と、まあ、今後カーボンニュートラルとかもあって、電力と、まあ、性能の、まあ、トレードオフを考えると、まあ、汎用よりも、ヘテロな、まあ、アクセラレ、そのドメインに特化したものを作っていくっていうトレンドに、まあ、私はまあなると思っているので、まあ、またなんか50年ぐらいして、汎用の CPU が性能
出てくるんだったらまあ別ですけど、まあそういうもう、まあ、50年言い過ぎかもしれないですね。まあ20年、30年みたいな、まあなんかこのカーボンニュートラルな時代だと、まあ汎用っていうのはまあないかなと思ってます。はい。なので、やっぱこういうドメインごとにまあ最適な、アーキテクチャとか、を研究するのがまあ私はいいかなっていうふうに思っていますね。ありがとうございます。はい。すいません。YouTube の方からのご質問をいくつかピックアップさせていただきます。一つ目なんですが、先日の CVR2021 で、テスラの方が、ライダーはカメラよりも情報が少ないので、カメラとライダーのセンサーフュージョンは不要というような旨の、発言をされていたそうです。加藤先生はどのように思われますか？必要十分な情報量なので、ハードウェア的に有利、などの、情報量面での優位性はありますか？こういったご質問です。はい、もう一番最初に、まあ、自動運転っていろいろあるんですけどっていうところから、まあ、入っていったと思うんですけど、テスラがやってるのは、どっちかというと、その、運転席な人が、まあ、一応いて、まあ、人間を支援してくれるタイプの、まあ、自動運転なんですけど、まあ、あれであれば、まあ、ライダーがなくても実装できる、まあ、可能性はあるかなと思ってますが、本当にこう、完全な、自動運転、あるいは人間を超えるような、まあ、自動運転というか自律的な処理の場合は、まあ、例えば Google を見てもライダー使ってるわけなので、まあ、仮に Google より技術力がありますって言うんだったら、まあ、多分ライダー不要なんですけど、まあ、それってちょっと常識的に考えて ないと思うので、私はまあライダーがないと、完全な自動運転はまあ難しいと思っているんですけども、これってでも宗教みたいな話なので、いや、ある人は、いや、人間って2つの目でやってるんだから、カメラ2台でステレオでできるじゃんみたいな宗教もあれば、まあ、ライダーって光だけど、まあ、レーダーっていうのが他にあって、まあ、別に電波な、ミリ波なんですけど、まあ、それでも同じことができるんじゃないのっていう人もいれば、まあ、まあ、若干これは宗教に近いので、まあ、私はどっちかというと、先端テクノロジーは全部使って、いや、そもそも人間をもう超えるような、まあ、処理をするんだったら、いや、なんであるのに使わないのっていう感じなので、まあ、ライダーも量産されるとすごい安くなっちゃうので、まあ、基本的には使えるセンサーっていうのは全部こう使う方がいいと思っている、まあ、宗教です。はい、はい。ありがとうございます。実はちょっと質問が続々来ているんですけど、時間もありません。もう一つだけピックアップさせてください。自動運転システムで、GPU は効率的でないとありましたが、今後 FPGA で開発するユーザーは増えていく傾向でしょうか？こういった質問です。あ、そうですね。まあ、効率的ではないというか、その GPU が万能ではないっていう話で、多分やっぱ画像処理とかは、もともとそれ用に GPU って設計されていたので、まあ、画像処理については、部があるんじゃないかなと思っています。結局、カメラって、どんどん解像度上がっていくので、まあ、FPGA とか ASIC にしちゃうとおそらくなんですけど、まあ、その解像度をどっかで、まあ、ハードコードとかフィックスしないといけないので、まあ、プログラマブルな GPU の方が多分いいんですけど、その高段の処理とか位置推定とか、あまりその入ってくるセンサーの入ってくるデータの解像度とかに依存しない処理はたくさんあって、それはわざわざ GPU で、実装するよりも、まあ、ASIC とか、まあ、FPGA とかで、やった方がいい。で、特に FPGA、私は IO は強いかなと思っていまして、さっきのテスラ論争じゃないですけど、宗教がいろいろあるんですよ。だから、宗教っていうのは基本的に、センサーとか、なんかバスみたいなところで、だから全部 のセンサーを対応しようとすると、多分なんかイーサネットじゃ8個つけてとか、カメラ の GMSL のインターフェースじゃもう16個つけてとか、ライダー用 のインターフェースもじゃ何十個もつけてとか、 USB もつけてなっちゃうので、そこは、まあ、宗教に応じてなんか FPGA、 IO はもう全部 FPGA になっていて、ペリフェラルとか
必要な、まあ、IO だけを実装するみたいなのところは、まあ、多分 FPGA はすごく活躍できるかなっていう感じではあります。はい。はい。加藤先生、ありがとうございました。ご質問、まだまだあるんですけれども、ちょっと時間が、限られておりますので、いただいたご質問は私どもの方で、メモ書き残しまして、何がしかの形で、ご質問の回答を皆さんにフィードバックするようにしたいと思います。じゃあ、加藤先生、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、次のアジェンダに進めさせていただきます。アクリルームの、1年間の活動の総括と、まあ、今後の進め方というところで、アクリルームの室長の、三好武臣様より、ご説明をいただきます。三好さん、お願いいたします。はい、ご紹介にありがとうございました。アクリルームの室長を手伝っております、わさらぼの三好と申します。現在、アクリルームにアカウントをお持ちで、ご利用の皆様、1年間ご利用ありがとうございます。アクリルームなんぞやとか、これから作ろうと思っているという皆様、はじめまして、よろしくお願いします。さて、アクリルームですけれども、これは遠隔、実際には東工大なんですけど、に設置された FPGA を無料で利用できる環境です。冒頭の瀬先生の挨拶でも半導体不足でという話もありましたし、今の加藤先生の話でも、まあ、FPGA 使うと楽しいこともあるみたいな、ざっくりとした意訳ですが、まあ、そんなような話もありましたが、アクリルームにアカウントを作って、ログインして利用すると FPGA を利用できるということになっています。で具体的には、ウェブページで、いついつに使いたい、何月何日の何時ぐらいから使いたいよということを、予約して、まあ、その時間になったらログイン、そして、まあ、GUI、あるいは CUI で FPGA を利用すると。で遠隔の FPGA なので、実際に手元で動かすことはできないんですけど、最近の FPGA は、FPGA の中に信号を観測できるようなロジックを追加して、それをモニタリングするという仕組みがありますので、まあ、遠隔でも FPGA の開発ができるという、ものです。で1年間経ちまして、いろいろアクリルームの、ツールもアップデートしてきまして、まあ、主にですね、半年に一度ほどアップデートされるビバードを毎回インストールするっていうのが、まあ、主なメンテナンス作業だったんですけど、まあ、アクリルームに置いている FPGA、ダイレクトの FPGA を利用するための専用のツールが、アクリルーム開始当時のバージョンから、新しいバージョン、2021まで、揃っています。あと、ザイリンクだけじゃなくて、インテルの FPGA を使うことができる、まあライセンスなしで利用できるバージョンですけれども、そのツールが入っています。あとは、まあ、通常のソフトウェア開発というのも FPGA 開発の中で必須ですので、まあ、そのために、まあ、普通に GCC や GC ブラクラのような、コンパイラーも使えます。また、先ほどの加藤先生の、講演の中でもお話がありましたが、まあ、最近 RISC-V アーキテクチャ人気ですよね。まあ、そのリスク5系のバイナリを生成することができるクロスコンパイラーもアクリルームに用意しています。あとは設計の補助に使うようなスクリプト変更の処理系だったり、FPGA 専用のツールではないけれども、FPGA ベンダーのツールではないけれども、汎用に書いた RTL コードをシミュレーションできるような環境もインストールしています。これらの環境をアクリルームでは無料で利用できるというように、準備しています。で、まあ、昨年8月にアクリルームをオープンしまして、まあ、やっと1年しましたというところなんですけど、まあ、8月にアクリルームをオープンした後、東京工業大学の講義で、まあ利用していただいたり、その後は東海大学の講義で利用していただいたりという、まあ、教育方面で、まあ、たくさんの、ユーザーの方に FPGA 利用していただいたという、まあ、実績を積んで、まあ、これらでですね、だいぶ安定して、ルームが運用されるようになりました。あと、最近だと、アクリルームのハンズオンとして、丸バスゲームを作るというようなハンズオンを開催してみたり、ET ネットでは、アクリルームに、常設してあります、アルベオ、FPGA のアルベオを使った事例を報告したり、もっと最近になると、
支援者限定の FPGA 入門セミナーというのを、何回かにわたって、開催するなどの活動をしてきております。で、あ、これ間違った話になった。2020年8月末に2年目というところです。さて、アクリルームの構成なんですけど、具体的にはこんなような構成になっています。皆様がインターネットからログインしてくると、Firewall、組台を挟んで、サーバーにログインすることになって、いうような環境を用意しています。で、一覧サーバーにログインしていた後にいただいた後には、実際に FPGA がつながっているマシンに、それぞれログインをして作業というような環境を用意しています。実際にはですね、FPGA アーティが今100台の FPGA、アーティと FPGA があって、それぞれが仮想マシン上で、接続されて動いています。で、少し大きめのアクセラレーターカードと呼ばれるタイプの FPGA が、それぞれ4台がドッカーと動いているというような環境になっています。なかなか目にする機会はなくて、私も実は行ったことはないんですけど、東京工業大学に物理的に、こんな風に、マシンが並んでいて、アクリルームの FPGA カードと提供しています。ルーム全体でアーティが100台あるんですけど、それを賄うためには1台に15台ずつぐらい、このハードディスクスロットの中ですね、入りきらない部分ははみ出して FPGA ボードが並んだりしています。アクセラレーションカードの方はですね、こんな感じで優雅に。1年経ちまして、ぼつぼつと皆さんにアカウントを作っていただいておりまして、昨日時点では622名の方にアカウントを作成していただいて、マグジョリいただいているということで、大変準備した側としてはありがたい感じ。さて、そのアクリルームですけれども、今月から2年目ということで、大幅にアップデート、これまでのアップデートに加え、さらにアップデートを重ねていくということをしていきたいと思っています。一つは、やはりいろんな FPGA を使えるというのがアクリルームの一番の、メリットですので、その FPGA を利用できる環境を増強するというのが、一つ目の大きなアップデートです。1年間の中でですね、途中でなんですけど、事前予約利用でツールが使えるようなサーバーを用意したり、これはFPGA の実機を使うほどではないけど、FPGA 開発環境を使って何かちょっと評価したい。ただそのツールをインストールするのはめんどくさいみたいな、そういう要望にお答えするために、事前予約用でツールだけが使えるようなサーバーを利用したり、あと、アルベオのボードの中では、ピンク、Jupyter ノートブック環境で FPGA が使える、アクセラレーターが使える環境ですね。ピンクが使えるようになったり、あとは E2SAI。が利用できるような、これらのアプリケーションが、デモアプリケーションが動くような環境というのが用意されています。で、今回2年目のアップデートとしてはですね、これまでザイリンクスの FPGA ばかりがアクリルームで使えたんですけど、これに加えて10台程度のインテルの FPGA を導入するということを始めました。なので、普段はザイリンクスの人も、例えばインテルの FPGA 使ってみるとか、逆に、普段はインテルの FPGA 使ってるからそれで何かしたい。とか何か共有したいみたいな人にも、利用できる可能性が広がったかなと思って。で、もう一つはですね、ハードウェアだけ届いても、魂が入っていないというようなこともありますので、もっと FPGA にいろいろ皆さん楽しんでいただきたいということで、コンテンツの充実というのをこの考え、これが目玉の2つ目で、具体的にはクリエイティブチャレンジとかが、用意されているところです。で、環境の増強について、具体的に見ていきたいと思うんですけれども、これまでサービスしていたのが、小規模、中規模用の、組み込みの何かアプリケーション開発用のアーティという、小さめの FPGA ボードが100台。これは、講義などでの利用も想定して、たくさん並んでいます。で、それに加えて、より本格的に FPGA を使って、妥当 GPU みたいなアプリケーションの評価を行いたい人向けに、アクセラレータータイプと呼ばれているようなカードを搭載する FPGA と、あと、家庭は違うか。自分の研究室などで、サービスの行き届いた安心できる FPGA が使える環境、そして、販売されている、GLEP さんから販売されている FPGA スターターボックスというのも1台置いていて、これもリモートから、アクセスして使えるようになっています。で、細々とですね、ピンクというボードも使えるようになっていて、で、目玉はこのインテルのボードが使えるようになりましたというところです。インテルのボードは、クオリタスっていうツールで開発しますので、もちろんそれがインストールされたサーバーがあります。ユーザーは、サーバーにログイン、インテルの FPGA ボードが、接続されたサーバーにログインすると、
FPGA からと参加します。で、ザイリンクスで内部の信号が見えるように、インテルの FPGA でもシグナルタップというツールを使えば、内部の信号が見れますので、遠隔からでも十分に FPGA の動作を確認することができます。詳細はこの後の藤枝先生のご講演、講演でどう使うか、ぜひ見てください。で、実際規模感もですね、RT がフリップフロップが4万個ぐらいなのに対して、今度新しく導入したインテルの FPGA ボードも同じぐらいのフリップフロップの数ですので、まあ、使い勝手を比べてみるみたいな、まあ、普段と違う楽しみ方もいいかもしれません。で、目玉のもう一つは、アクリ HL チャレンジというものですが、これは高位互正ツールを使ったプログラム投稿サイトになります。詳細は安藤さんの新コンテンツアクリ HL チャレンジを、楽しんでご覧ください。まあ、最後になりますが、ぜひ、アクリルーム、まあ、2年目になりますけれども、アカウントの作成と利用で、ぜひ FPGA のですね、楽しさというのを体験していただければと思います。はい。最後ですが、アクリルームはこんなようなメンバーで、運営しております。割と、手作り感満載な感じで運営してますので、まあ、いろいろあるかと思いますが、それを楽しんでいただくというのもいいかもしれません。以上です。ありがとうございました。はい。三好さん、ありがとうございました。それでは、次のアジェンダに移ります。続きまして、セッション2としまして、新機材、インテル FPGA ボードの使い方紹介ということで、愛知工業大学准教授の、藤枝直樹先生よりお話をいただきます。では藤枝先生お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ご紹介となりました、愛工大の藤枝です。ちょっと画面を、切り替えさせていただきます。では、こちらですね、インテルペッボードの使い方紹介ということで、15分ほど、紹介させていただきます。で、まずはなんですけれども、先ほど、三好さんの方からも、紹介ありました通り、アクリルーム、この8月で、無事1周年迎えました。ね、まあ、その間にも、ちょこちょこ、ボードのメンテナンスをしたりとか、しれっと新しい機材を導入したりとか、そういうようなことを、活動として進めてまいりました。で、まあ、実際、アクリルームの、私も実はまだ入ったことがないんですけれども、東工大のサーバーにこういうような設備がございまして、で、まずその中に、ディジレントさんの RT の、エントリー向けのザイリンクス FPGA のボードですね。こちらを100枚導入して、授業等でも使ってもらうということを、行っていきます。また、まあ、より本格的な開発を、したいという方に向けて、アルベアというアクセラレーターボード、それぞれ、まあ、U50、U200、U250、U280 と、スペックの異なる、4種類のアクセラレーターボードを計5枚、導入して、自由に使ってもらっているということになっております。で、まあ、この、2種類の、大きく分けて2種類のボードカードで、1年間、アクリルームの方をやってきたわけなんですけれども、今回新たに、テラシックさんの、インテルの FPGA の乗った、D10 ライトというボードが理由で、今日はそのご紹介ということになります。で、この D10 ライトということなんですけれども、こちら、テラシックという会社のエントリー向けの FPGA ボードになっています。で、こちら、インテルの、MAX10 という FPGA、搭載しておりまして、まあ、インテルのツールの方で、開発することができるというものになっています。で、まあ、これ、USB ケーブルつないでダウンロード、ここに回路ダウンロードして使うというところは、一緒なんも、ただ、アクリルームでこれ使うというときに、欠点がございまして、シリアル通信ですね、USB の、先ほどの T のボードで USB のケーブルつなぐと、FPGA のダウンロード用だけではなくて、別途シリアル通信の
インターフェースというのが用意されているんですけれども、それが標準搭載でないというところが、アクリルームで使ってもらうと、みんなに使ってもらう共有のサーバーで動かすという点では、欠点だったわけですね。でこれに関してはいろいろ試行錯誤しまして、別途シリアル通信のモジュール接続してということで、無事対応できることになりましたので、今回アクリルームで利用開始ということになったわけです。で実際のところ、どういう形で接続されているかと言いますと、汎用の AIO のピンのうち2つ、ちょうどボードの上のところに40ピンの汎用 IO のコネクターが乗っかってるんですけれども、そのうちの2つのピンを、シリアル通信のモジュールの方に接続しております。で、FPGA からサーバーのピンと、あとは、サーバーから FPGA のピン、それぞれ1本ということで、接続されています。で、このシリアル通信のモジュールっていうのは、USB でサーバーの方につながると。で、それはそれとして、ボード自体も FPGA の書き込みのためにサーバーに接続するということで、一つのボードにつき USB2 系統ということで接続をして、やっている。ちょっとこれの対応付けとかで、いろいろ大変なことがあったんですけど、無事使えるようになったという形です。で、ボードについてはこんなところで。じゃあ実際の、インテルの FPGA ボードをどういうふうに使ってもらうかと。いうことなどを紹介させてもらいます。で、こちら、パーティーボードの方でも、やるとして用意させてもらいました、その Hello FPGA と、シリアル通信を行う、で文字を送信する回路の設計、実装について説明したアクリブログ、記事がございますので、そちらの、回路の方の移植ということで紹介させてもらいます。で、これ、ピン配置に関しては、シリアル通信のところですね。シリアル通信は先ほどの通り AA2 という FPGA から PC へのピンを使う。で、もう一つ違うところとしては、クロックの入力が、RT ボードは 100MHz に対して 50MHz になっている。あとは、プッシュボタンが正論理ではなく不論理になっているというところに違いがありますので、その部分についてはちょっとソースコードの方の修正ということになります。で、実際のところ、ソースコードの修正部分と言いますと、まずは、先ほどの周波数の部分ですね。クロックに周波数が半分になっているので、それに合わせて、送信待ちの、待ち時間のためのカウンターの周期も半分にしましょう。で、もう一つは、リセットの、スイッチが、正論理から不論理になっていますので、そこの信号名変えて、1だったらリセットがかかると言っていたところを0だったらリセットがかかるというふうに、書き換えると。それぐらいの、ちょっとしたソースコードの修正をした上で、移植の作業に、進んでいきます。で、こちらの、ボード、使うためには、専用の VSA で始まるサーバーの方を利用していただくことになります。D10 ライトの接続されたサーバーすべて VSA という名前があります。で、予約の容量は他の VS サーバー、RT の接続されているサーバーと同じ容量になっています。ですので、ウェブの方で予約をしていただいて、リモートデスクトップの設定を行うという形になります。で、その上で、RT のサーバーの時には Xilinx のツールの設定の方を、していましたけれども、こちらのサーバーでは、Intel のツールの方の設定をすることになります。具体的には、ツールのディレクトリをパスの環境変数に追加するという作業になります。で、その上で、ツールを起動してもらうと、ツールが利用可能になっています。ただ、初回起動時の時だけライセンス確認が表示されますので、ここの部分は適切に処置をしてもらうという形になります。でそうすると、こんな感じで、Intel さんのツールの起動画面というのが出てきます。で、アクリルームのサーバーについては、外部の接続と
というのができないようになっていますので、アップデートの確認に失敗しましたというようなエラーメッセージ、起動時に表示されるんですが、これについては、無視していただいて構いません。で、後の流れは、割とザイリンクスのツールでも、インテルのツールでも、似てるところはありまして、プロジェクトを作成して、論理合成して、ピン配置設定して、で、ピン配置設定済みの方で論理合成したら FPGA に書き込んでという流れになります。で、プロジェクトを作成するときには、まずは最初に作業ディレクトリであるとか、プロジェクト名、あとはトップモジュールの名前を指定して、その後、ファイルを追加する画面が出てきます。こちらの画面で必要なソースコード一式を、それとあとクロック制約の指定するファイルですね。ザイリンクスの場合だと XGC っていうファイルありましたけど、これに相当するものです。で、こちらのファイルを追加して、プロに追加していきます。で、その後、ボードの選ぶ画面が出てきますので、こちらの方で、ザイリンクスの方では、RT のボードを設定しているところですけれども、これも同じように、ボードというところで、MAX10D10 Lite というボードを指定していただいて、で、今回、あらかじめ、トップレベルの設計ファイル用意されてますので、ここの部分のチェックを外して、フィニッシュを押すと、プロジェクトが作成されます。で、一通り、もうソースコード、追加した上でプロジェクト作成しましたので、もうこの段階で、論理合成1回目ができるような状態になっていますので、ここで1回目の論理合成を実行していきます。で、緑色でチェックが表示されれば、論理合成については成功しています。で、その後、論理合成成功しましたら、それで入力出力、ピン配置の設定ができるようになりますので、メニューの方からピンプランナーというツールを切って、で、ピン配置の設定を行います。で、ピン配置に関しては、クロックの、ピンが P11 というピンになっているので、そちらで設定すると。で、あとは、シリアルの送信のところですね。先ほど AA2 ピンというふうに言いましたので、その AA2 ピンというのを指定してあげるという形になります。で、これがまた終わりましたら、2回目の論理合成、今度はもう一番最後まで行って、FA に書き込むためのデータファイルの作成というところまで行います。で、これで成功して緑色チェックマークつきましたら、今度はプログラムデバイスというところをクリックしても、ダブルクリックしてもらうと、プログラマーというのが立ち上がります。で、FPGA の書き込みの方を行っていくんですけれども、その前に一旦シリアル通信の受信の準備をしておきます。で、これは、アクリルームのサーバーの方には GTK タームというシリアルターミナルのソフトが用意されてますので、そちらを使用します。今回のボードの場合ですと、ポートはすべて、スラデブのスラ TTYUSB0 というポートになってますので、そちらを使います。で、再び BGA の書き込みを行います。で、ハードウェアの設定の方で、USB ブラスターというものを選択していただいて、スタートクリックしますと、FPGA の書き込みが行われます。で、これで、プログレスのところが 100% になれば、FPGA の書き込みができています。ですので、この段階で正常に書き込みができていれば、GTK Wave の方に、Hello FPGA というふうに表示されると。というような仕組みで、RT ボードでやっていたような、簡単なチュートリアルというのは実現できるという形になっております。今回ちょっと時間短かったんで、もう最低限の動かし方の、説明ということになりますけれども、今後、アクリブログの記事の追加とか更新とかで、他のツールの使い方、シミュレーターとか、先ほど三好さんからそう紹介ありましたシグナルタップなんていうのもありますので、そういった情報解説なんていうのも、充実を図っていければいいかなというふうに、考えております。
ちょっと駆け足になりましたけれども、からは以上です。インテレ FPGA ボードで、ぜひご利用いただければと思います。ありがとうございました。はい、藤田先生、ありがとうございました。それでは、次のセッションに移ります。新しいコンテンツですね、アクリ HLS チャレンジについての紹介を、ダイリンクスの安藤淳さんからお願いいたします。じゃあ、安藤さん、お願いします。アクリルームの副室長を務めています、ダイリンクスの安藤です。よろしくお願いします。今日は、アクリルームから新しく提供するコンテンツ、アクリ。HLS チャレンジをご紹介します。まずはこのような新しいコンテンツを提供したいと思った動機を説明します。一つ目は、アクリルームをもっと利用してもらいたいという思いからです。アクリルームでは、ザイリンクスの FPGA カードと開発ツールがインストールされた高性能な PC を無料で提供しています。これを FPGA の学習や評価にもっと活用してもらいたいと思っています。二つ目は HLS 高位合成の活用を広めるためです。HLS を使うと C++ だけで FPGA カードの開発ができます。プログラマーの方が FPGA を始める良いきっかけになると思います。また、ハードウェア設計者の方にも設計生産性を上げるためのツールとして HLS を活用してもらいたいと思います。一方で、ツールをうまく使いこなすには練習が必要ですので、モチベーションを保ちつつ練習できるような場所を作りたいと思いました。こちらが今日から公開するアクリ HLS チャレンジのサイトの画面です。URL はこちらになります。YouTube の概要欄にリンクを貼ってもらうか、コンパスにリンクを貼るようにいたしますので、アクセスしてみてください。アクリ HLS チャレンジは HLS コードを投稿できるサイトです。プログラミングコンテストのサイトに似ていますが、その HLS 版です。プログラミングコンテストでは問題をいかに正確に早く解くかを競うと思いますが、HLS チャレンジでは設計した回路の性能でランキングを行います。ここからは HLS チャレンジの利用の流れに沿ってどのようなサイトなのか説明していきます。利用の流れはこのようになっています。まず、HLS チャレンジにユーザー登録していただき、ログインしていただきます。それから、取り組みたいチャレンジを選択していただき、アクリルームを活用してコードの作成とチェックを行っていただきます。それから、作成したコードを HLS チャレンジサイトに投稿します。ランキングが表示されますので、より上位を狙ってコードを直していきます。利用の流れを一つずつ説明していきます。最初はユーザー登録です。HLS チャレンジサイトの右上にログインボタンがあります。ここから GitHub アカウントまたはメールアドレスでログインします。ご注意いただきたいのは、HLS チャレンジサイトのアカウントはアクリルームのアカウントとは連携していません。アクリルームとは別にアカウントの登録が必要です。次に、取り組みたいチャレンジを選択します。トップページを開きますと、このように公開されたチャレンジが一覧で表示されています。この中からお好きな問題を選んでください。現在公開されているチャレンジの例としましては、ベクトル演算の基本、ストリーム処理の基本、あとはソート、ハッシュ、マンデルブロー集合といった問題が公開されています。チャレンジの例を一つ紹介します。こちらは、ベクトルの要素を倍にして返す問題です。チャレンジのページを開きますと、このように問題文、それから実装する関数の宣言が表示されます。それぞれのチャレンジには提出期限が設定されています。それから合成制約ですとか、使用できるリソースの制限
が設定されている場合もあります。最初は気にする必要はないと思います。性能を向上するために回路を並列化するなどする場合は、このリソース制限に引っかかる可能性がありますので、ランキング上位を目指してアーキテクチャを考える場合には気をつけてください。チャレンジには提出期限が設定されています。提出期限より前に提出されたコードは人に見られないので、独自に工夫して回路を設計してランキング上位を狙うということができます。提出期限を過ぎたコードはすべて公開されます。他の参加者のアイデアを参考にしてコードを提出することもできます。取り組みたいチャレンジを選びましたら、チャレンジの内容をアクリルームにコピーします。手順は後ほど説明しますが、ターミナルを介してコピペでチャレンジデータを送ることができます。チャレンジに取り組む際には、コードの作成と提出前のチェックはアクリルームで行うことをお勧めします。Xilinx の開発ツールが事前にインストールされていて、FPGA カードを使わない場合はいつでも利用できます。このスライドは後日配布しますので、登録がお済みでない方はこちらのリンクから登録をお願いします。アクリルームを使ってコードの作成と仮採点を行う流れを説明します。ここではアクリルームに登録が完了してログインできたところから説明します。まず最初にアクリルームのツール専用サーバーへ接続します。この SSHAS101 というところです。それからチャレンジサイトからコピーしたチャレンジデータをターミナルに貼り付けてエンターを押します。そうすると、チャレンジデータがカレントディレクトリに展開されます。チャレンジデータの中には、問題文、カーネルヘッダー、カーネルソース、テストベンチ、採点条件、採点スクリプトが入っています。この中のカーネルソースを開いて、中身を実装します。ここでは説明のためにわざとソースコードの中のセミコロンを書くのを忘れています。チャレンジデータの中に入っている採点スクリプトを使ってコードのチェックを行います。まず最初にスクリプトに実行権限を与えてこのようなオプションを渡して実行します。そうするとセミコロンを書くのを忘れていたのでこのようにエラーが表示されます。採点の流れは実際の FPGA 開発と同じです。最初にコードをソフトウェアとして実行して正しく動作することを確認します。それから HLS ツールを使って C++ をハードウェアに変換します。変換したハードウェアはシミュレーターを使って正しく動作すること、それから計算にかかったサイクル数を確認します。最後に論理合成を行って回路のリソース使用量、それからクロック周波数を見積もります。この論理合成のステップは時間がかかるため、仮採点の時には実行しないようになっています。ご自身で論理合成も実行してみたい場合は、スクリプトに -S オプションを渡すことで実行できます。すべてのチェックが完了すればパスとなります。先ほどのセミコロンのミスを修正すると採点がパスします。このようにリソース使用量、クロック周波数の見積もりが表示されます。またシミュレーションの結果からサイクル数が得られるので、これとクロック周期を掛け合わせて計算の実行時間が得られます。ランキングではこの実行時間で競います。仮採点をパスするコードが出来上がったら、サイトに提出します。チャレンジページの提出画面からカーネルソースを提出します。提出すると自動で採点が行われますが、結果が出るまでだいたい20分くらいかかります。
結果が出ますと、実行時間の短い順でランキングが表示されます。サイトの利用方法は以上となります。ぜひ、HLS チャレンジを利用して、HLS のコーディングスキルを磨いていただきたいと思います。HLS をこれから学びたいと思っていらっしゃる方は、まずは採点をパスするコードを書くことを目標に始めてみてください。採点をパスしたコードは、そのまま FPGA カードに実装することができます。採点をパスするコードを書けた方は、FPGA 開発を完全に理解したと宣言していただいて差し支えありません。HLS に慣れている方や、ハードウェア設計者の方は、ぜひランキングの上位を狙ってみてください。私のセッションは以上となります。ぜひ、HLS チャレンジにご参加ください。今はまだチャレンジの数が少ないですが、今後追加していく予定です。以上となります。ありがとうございました。安藤さん、ありがとうございました。今日のセッションは以上で全て、終了したことになりますが、後半の3つのセッションをまとめまして質問を受け付けたいと思います。YouTube のチャットの方に、ご質問ありましたら書き込んでいただければと思います。今1件だけもうすでにご質問いただいているものがありますので、ご紹介させていただきます。アクリルームのアーティの LED を、見ることは、リモートで見ることはできるのでしょうかというご質問です。すみません、藤枝先生、はい、このご質問、ご対応をお願いします。そうですね、こちら、今のところ、LED とか見ることできません。ただ、アクリルームの中に、まあ、一応監視目的とかも含めて、ウェブカメラとかは、置いてあったりはするので、まあ、将来的に、まあ、一部の、ボードについては、ウェブカメラが、から見える位置に置いておいて、そのボードを使っている場合には、ウェブカメラ通じて、LED がチカチカしているのが見えるというようなことをやってもいいのかなみたいな話は多少はありました。ただちょっとそれに関してもまだ検討段階ということで、今のところは LED は見られないということで、ご了承いただければと思います。はい、藤田先生ありがとうございます。もう一つ質問が来てます。今度は安藤さんへの質問ですね。HLS チャレンジはプラグマを使っても良いのでしょうか。いかがでしょうか。はい。プラグマを使っていただいて、高精度なアーキテクチャを書いていただくというチャレンジになります。はい、ありがとうございます。他にご質問は、いかがでしょうか。よろしいですかね。はい。それでは、最後、ちょっと私の方から、今後の、ちょっとご紹介、ご案内をさせていただきたいお話がありますので、少し画面を共有させていただきます。今日後半のお話で、アクリルームの新しい取り組みですとか、新しい機材、使い方のご説明をいただきました。まだ今まで、アクリルーム使ったことがない、チャレンジしたことがないという方いらっしゃいましたら、この機会にぜひ、アクセスしてみていただければと思います。この後、この資料もシェアさせていただきますが、URL も貼り付けておりますので、クリックしていただいて、ぜひアクリルームを訪れてみてください。それと、アダプティブコンピューティング研究推進隊、アクリなんですが、アクリルーム以外にもいろんな取り組みをやっています。例えば、アクリブログ、160、170近いブログの記事がすでにそこに集まっておりますので、いろんなご興味に合わせて、
トピック見ていただけると思います。ぜひ、活用いただければと思います。あと、アクリウェビナーと合わせてですね、ハンズオンのトレーニング、アクリハンズオンということも、並行して進めて行っておりますので、ぜひ FPGA 触ってみたい、トライしてみたいという方はそちらもご利用いただければと思います。それ以外にも、いろいろな研究開発、先端研究の取り組みも今後、進めていきたいというふうに思っていますので、いろいろな情報発信、アクリ発でこれからご報告できればというふうに考えておりますので、ご期待いただければと思います。今日のアクリウェビナーの、準備も含めて、ここに挙げておりますアクリの加盟企業、あとアクリの加盟大学の方々のご協力を得て、進めております。今日現在、正式加盟は4大学と、19の企業さんになります。重ねて、ご支援ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。また今日ご視聴の方々の中で、こういった取り組み、アクリの取り組みに協力したいという方々いらっしゃいましたら、ぜひ、ご連絡いただければ、こういった取り組みに参画いただければと思います。最後のお願いなんですが、今日のウェビナーのアンケート、こちらの URL で、アンケート10問ぐらいの簡単な、内容になっておりますので、ぜひご協力いただければと思います。あとは、今日のウェビナーの内容は後日、YouTube の方でも、常時掲載をするようにいたします。アクリのチャンネルというのを、作っておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録いただければと思います。はい、以上になります。ちょうど時間、いいところかと思いますので、今日のウェビナーここまでにさせていただきたいと思います。長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。